煉獄さん、僕の修行の成果を見てください。うむ、かまど少年よくできているぞ。俺も見てくれ。うむ、いい動きだ。俺も見てください。うむ、みんなすごく上達しているな。煉獄さんとの修行すごく楽しいな。そうだね。くっくっくっ、俺を倒すための修行に励んでいるな、お前たち。あ、鬼仏寺無惨が現れた。よもや、修行の成果を発揮する時だ。みんなの呼吸でやっつけよう。鬼仏寺無惨、お前をやっつけてやる。まだまだ甘いな、お前たち。お前たちなど私の血気術でこうしてやる。それうわそれうわうわあいつらをじゃじゃーん、ドクロにしてやったぞ。僕たちがドクロに？よもや、体が骸骨になってしまった。この姿でねずこちゃん、僕と結婚してくれるかな？なんだこれ。ちょっとかっこいいな。お前たちは一生この姿で動けないままになってしまったのさ。この姿で動けない？よもや鬼とは戦えないではないか。ねずこちゃんとも結婚できないよ。これもちょっとかっこいいな。お前たちは一生そこでドクロとして過ごすがいい。ドクロとして千年も二千年もそこにずっと立ってるままになるがいい。愉快愉快。じゃあ俺はこれで。あー、鬼仏寺無惨が行っちゃった。僕たちずっとこのままなのかな。ちょっとつ盲信できないのは辛いぜ。よもや万事休すか。いや、僕は諦めない。動画を見てるみんな、僕たちのこと助けたいと思ったらグッドボタンを押してほしいんだ。グッドがたくさん溜まればきっと奇跡が起こるはず。もうすぐハロウィンだし、僕たち骸骨だし、ハロウィンの奇跡が起こるかもしれないね。うむ、動画を見てるみんなにハロウィンの奇跡を起こしてほしい。どうかグッドボタンを押して、この骸骨の姿から助け出してはくれないか。みんな、お願いだ。グッドを押して奇跡を起こしてくれ。お願い、グッドを押して。あ、みんなのグッドがたくさん集まってきたよ。きっと、僕たちに奇跡が起こるはず。ここら辺に鬼仏寺無惨の気配がしたが、気のせいだったか。あ、金融さんだ。富岡さん、助けて。あ、炭治郎たち、一体どうしたんだ。煉獄も、それはハロウィンの仮装か。よもや仮装ではない。僕たち鬼仏寺無惨に骸骨の姿にされてしまったんです。金融さん、僕たちのこと助けてくれませんか。よし、わかった。俺の水の呼吸で助けてやろう。まずは伊之助からだ。水の呼吸、一の方、水面切り。これでどうだ。おー、俺様が元通りだ。ありがとな、ハンハンバオリ。伊之助、ハンハンバオリじゃない、義勇さんだ。よし炭治郎、次はお前を助けてやる。ありがとうございます義勇さん。水の呼吸、二の方、水車。うわー、よし、これで元通りだ。さすが義勇さんだ。すごい、すごすぎる。また僕にも修行を教えてくださいね。もちろんだ炭治郎、また一緒に修行しよう。俺も助けてほしいんですけど。よし善逸、次はお前を助けてやろう。水の呼吸、三の方、流々舞。うわー、よかった、僕も元に戻りました。ありがとうございます富岡さん。水柱の力、さすがですね。善逸、もっと呼吸を身につけて強くなるんだ。はい、わかりました。よもや申し訳ない富岡、柱としてとても恥ずかしい。気にするな煉獄、鬼仏寺無惨の技はそれほどに厄介だ。よし煉獄、
お前も元に戻してやる。よもや申し訳ない。行くぞ。水の呼吸四の型打ちしよう。うわよもや助かった。ありがとう富岡。いえいえ、どういたしまして。みんなで修行をしていた最中に鬼舞辻無惨に襲われたんだな。そうなんです。もしよければだが富岡、俺たちと一緒に修行をしないか。わあ、義勇さんも加わったらすごい修行になりそうですね。俺と戦え、ハンハンバオリ。厳しい修行にならないかな。みんな俺と一緒に修行をしてくれるのか。うむ、もちろんだ。心強い。お手柔らかに。俺はお前より強くなるぞ、ハンハンバオリ。義勇さんと一緒に修行ができるなんて、俺嬉しいです。みんな俺と一緒に修行してくれるなんて、俺は嫌われてなかった。よし、じゃあ鬼舞辻無惨にさっきかけられたドクロになる血鬼術をかけられても対応できる技をみんなに教えてやろう。はーい。やっぱり修行はみんなですると強くなるね。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解はねずこちゃんでした。わかった人すごいね。おめでとう。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶのよろしくお願いします。